本日はマトロックスの最新商品、マトロックスモナーク HD のご紹介をさせていただきます。まずはじめに、今までの配信録画におけます機材構成とその問題点についてご説明させていただきます。この図の通り、複数の機材が必要とされていました。まずカメラからの映像をキャプチャーするキャプチャーユニットに接続し、配信のためのパソコン、それから録画のためのバックアップレコーダーが必要とされていました。このように複数の機材を接続して、使うことにより、複雑な設定と面倒な機器間の接続が必要とされていました。また、複数の機材を必要としますので、持ち運びが不便です。そして、複数の機材の調達コストにより、トータルのコストがかさみコスト高でありました。このような問題を解決したのが、マトロックスモナーク HD です。このように非常にシンプルにカメラからの映像を直接この小さなデバイスに入力することにより配信・録画の対応が可能となります。デバイスは小さく軽いポータブルタイプとなっております。そして機能はオールインワンの機能を有しておりますので、低価格の実現をしております。マトロックスモナーク HD の特徴と機能の説明です。様々なシーンを想定したシンプルなユーザーインターフェースに仕上がっています。そして独自開発ハードウェアエンコーダーを用いたこだわりの録画と配信機能を有しております。筐体自体は軽量コンパクト、そしてとても丈夫でありながらシックな筐体に仕上がっています。まず特徴その1であります様々なシーンに対応するシンプルなユーザーインターフェースのご説明です。ブラウズベースのユーザーインターフェースにより遠隔設定、遠隔操作が可能です。例えば iPad のようなポータブル端末からレコーディングの開始停止、そして、配信の開始停止が可能です。また、同じくビットレートの調整なども、そのような設定も可能となっております。一方で、筐体に設けられたボタンから直接、筐体から録画、配信の制御も可能です。そして接続はこのデバイスに直接つながるようになっておりますので、無駄のない接続設計になっております。こちらが実際の、モナーク HD の正面の図と背面の図です。まず上にございますのが正面の図になっております。一番端のボタン、こちらがストリーミングの開始停止ボタン。次にレコーディングの開始停止ボタンです。そして USB 2.0 のポートが2つ。こちらにありますのが SD カードの挿入口となっております。下にございますのが背面図になります。一番こちらから電源を供給します。そして次にネットワークにつながる LAN ケーブル。次に、HDMI 入力をパススルーする HDMI のアウト。HDMI 入力する HDMI イン。そして音声をマイクから取る音声アウトに音声インという構成になっています。次に録画配信機能です。マトロックス社の独自開発ハードウェアエンコーディングにより、安定した、クオリティの高い配信と録画を同時に処理することが可能です。そして最大同時4つのモナーク HD を一括で制御することができます。配信録画同時の場合のビットレートですが、録画の場合は 100kbps から 30mbps、 そして配信は 100kbps から 10mbps。 ただし録画と配信の合計のビットレートは 30mbps となっております。次に録画機能です。録画メディアの対応は SD カード、そして USB2.0 から取れます外付けの記録メディアになっております。またモナーク HD の特徴の一つでございますが、ネットワーク上に指定したフォルダへの録画が可能です。高品質の MP4 ファイルを 100kbps から 30mbps で録画していきます。次に配信機能です。配信は RTS、RTSP、RTMP ともに対応してあります。こちらもマトロックス社独自開発ハードウェアエンコーディングにより安定した配信を実現しています。配信のビットレートは 100kbps から 30mbps となっています。次に筐体に関してですが、軽量コンパクト、丈夫でありながらシックな筐体に仕上がっています。素材はアルミ合金を使用していて、堅牢、丈夫なデバイスに仕上げてあります。サイズ、重さは、軽量かつコンパクトでポータブルなものに仕上がっています。また、Linux ベースで、仕上げてありますので、安定的な運用が可能です。最後に、マトロックスモナーク HD の購入についてです。定価は15万円、税別ですが、15万円で設定させていただいています。商品の、詳細、または、お見積もりなどのお問い合わせに関しましては、マトロックス日本総代理店ジャパンマテリアル株式会社グラフィックスソリューション部までお問い合わせいただきたくお願い申し上げます。ありがとうございました。